Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Anime Saturday. Eine Woche ist um, das bedeutet, es ist Anime Time mit Sword Art Online. Ja, im Letzten, was ist am Ende des letzten Parts passiert? Etwas sehr Trauriges. Kirito weiß es zwar noch nicht, aber ich hatte schon so ein Bauchgefühl. Medina hat sich entschieden und zwar für den Pontifex. お前、何か聞いていませんか？いや、何も聞いてないぞ。マシューの討伐とか稽古に行ったんじゃないのか？荷物も何もかも消えています。それから対策本部に連れてきた冒険者たちも。え？アリサ、キリト君何か知ってた？いえ、キリトも何も知らないようで。 オートナイを手分けして探しましょう。ああ。結局、オートナイのどこにもいねえとはな。そうですか。ハリス、大丈夫か？すみません。平常心を失ってしまい。 もう少し広い範囲を捜索できるよう、巡回の近衛兵にも声をかけたわ。普及の壁がある以上、義龍も持たない彼女が行ける範囲は西帝国のみだ。つまり西帝国のどこかにはいるということ。冒険者全員を連れて行ったというのは少し気になるね。 元老院の代理、ハーシリアンという男。その話は何度聞いても奇妙だがな。俺も長く生きてるっつうのに、奴の名は聞いたことがない。いわゆるリセットで何度も記憶を消されちまったからだろうがな。つまり彼もまた凍結されていた可能性があるということですか？でも誰も知らないのは不思議。 とはいえ、今あいつについてこれ以上調べようがない。心配であることに変わりはないけどな。今はメディナ殿を探すしかありませんね。とはいえ、メディナの嬢ちゃんの捜索にだけ人員を避けるほど対策本部の現状は余裕がねえんだ。魔獣の発生情報はあれからも続いている。そうだよな。だったら魔獣の討伐とカラントの駆除を行いながらメディナ。ならば構わねえ。 討伐に出た際に何かメディナの嬢ちゃんにつながる手がかりを探してくれ。分かった。オンに切るぜ、ベルクール。見つかるといいね、お兄ちゃん。ああ、みんなで討伐に出た時に探すわ。メディナ、一体君はどこに行ったんだ？ Ich denke mal, Medina können wir jetzt auch nicht mehr auswählen, oder? Zumindest eine Zeit lang. Bis sie dann wieder auf unserer Seite irgendwann ist. Also da gehe ich mal von aus. Kirito, ich wähle. 一番大切なもの。救世主様、ねえ、どこまで歩けばいいの？私たちの居場所までだ。さあ、序章の開幕といきましょうか。Neues Kapitel 4.1 Täuschung Isolation. Jetzt kriegen wir nochmal eine Rückblende. Oh, finde ich schön. Aristo, da Medina,
ハーシリアンは俺を滞在人と糾弾し、メディナに再興資産を復活にさそう。メディナの真実を問われるも、困惑した彼女の魂が崩壊寸前にまで追い込まれ、俺は止を得ず沈黙。事情は話せなかった。その後は旧定城にて女帝カヨーデンを失った息子アロードの思いを届け、失踪事件を解決。しかし王都に帰還して数日が経ったある日、メディナは突如冒険者たちと共に姿を消してしまう。 この辺りね、魔獣が出たと情報があったのは。ああ、俺たちで早く片付けて情報を調べるための時間を長めに取ろうぜ。キリト君、メディナさんのことを心配してるんだね。ん、まあ、もしかして何かあったの？メディナと最後に話したの多分俺なんだ。メディナの様子がいつもと少し違ってて、俺ちょっと心配でさ。 でも結局メディナが何について悩んでるかも聞けなかった。キリト君はどう思うの？メディナさんと冒険者のことだよ。メディナさんがあの人たち NPC と言える人たちに接触して気持ちを書き換えてしまうこと。俺はメディナが冒険者を書き換えてルーリットの村に住む人たちを助けてくれた時、分かるよ。 あの時冒険者が加勢してくれなくても、みんなで村の人たちを助けられたとは思う。でも冒険者たちに救われたのも事実なんだ。メディナのやり方は行き過ぎだったと思う。でもこの世界を守るためには人々が立ち上がり戦う必要がある。最終負荷実験の時が来たら。そうだ、今のままの戦力だと確実に人海はダークテリトリーの軍勢に押され滅びてしまう。 それまでにラースに接触して最終負荷実験を阻止できればいいけど。もしうまくいかなければ戦争が起こる。そうだよね。その時はこの前みたいな事態じゃ済まない。セルカたちやこの世界の人々みんなに危険が及ぶ。でも今から人海の人たちに立ち上がってもらうことは。ああ、そして彼ら冒険者は多くの人海人と違って どうしてか戦闘に慣れてる。無理強いは良くないけれど。もしカレラが自分の意思で俺たちは人海人と協力してこの世界を守ってくれるなら。ごめん、まとまりのない話だよな。そんなことない。私はキリト君が選ぶ道についていくよ。だからメディナさんや冒険者の人たちとまたちゃんと話ができたらいいね。大切な友達なんだから。 きっと分かり合えるわ。ああ、だといいな。いつも仕事で坊主連れてここに来るが、そんな若い娘さんはこの辺りで見たことがねえな。知らない。いろんな人に聞いてみたけどダメだったか。うん、この辺りには来ていないのかな。 闇の子供は西帝国に伝わる怖いお化けのお話だよ。油断した言い伝えの歌があるんだ。僕歌うの苦手だから歌詞を読み上げてあげるね。ちょっと。闇の子供は話さず笑わず、ただ闇の中で手を血みどろに汚す。名前を聞いても答えない。 親切なレオリアさんさえお手上げだ。ある時子供は結局わからなかったね。メディナさんのこと。まあちょっと気になる話は聞いたけど、とはいえあれはベクタの迷子の話の別バージョンみたいなものか。 アスナ、手繋いで帰ってくれる？
相続を続けたいと言って、シノンやアリスたちと一緒に出かけていった。そして俺は対策本部でマジューの情報とメディナの情報が入るのを待つことになった。キリト、今戻りました。どうだった？いえ、何も情報はつかめていません。あ、そうか。一体どこに行ったんだろう。キリト、ちょっといい？ シェータ、なんだ？シディルンフォランス。分かった。あの、私も共に行っていいですか？ああ、助かるよ。私は討伐が終われば、そのまま西の峡谷の警護に交代で向かう。分かった。それじゃ一緒に行こう。Und noch mehr Uplas. Im Nordwesten der Medelia-Ebene. Nordwesten. So. Ah, uns wird es hier schon angezeigt. Okay. Aber warum? Aber der Pfeil zeigt dahin. Ah, okay. Wir mussten nur einen kleinen Umweg laufen. Aber ich würde zu gerne mal nach da oben. Mach ich vielleicht auf Screen. Könnte sogar sein, dass wir nach da oben gehen. Warum sind wir jetzt eigentlich diesen Umweg gelaufen? Wie sollen wir denn da raufkommen? Oh, guck mal, da ist die Kristallhöhle, die wir gesehen haben. Was ist da für ein Monster drin? Ich will nur mal kurz nachschauen. Oder lieber auch nicht, oder? Nee, nee, nee. Es geht nach oben. Wir sollten das eigentlich auch zu viert hinkriegen. Ah, doch nicht nach ganz oben, aber immerhin hier auf der Klippe. Teufelszunge. Soll das ein Maul sein oder so hier? Von den Steinen? Ich weiß es nicht. Oder von den Klippen? So, wo ist denn hier die Upla? マジューの発生情報があったのは、この辺りだな。ええ。魔獣を討伐した後は、また周辺住民から話を聞いてみましょう。彼女のこと、心配？ええ。そして私が懸念しているのは、それだけではありません。メディなども疑っているというわけではありませんが。 元老院統括代理、もしかすると、あいつの誘いに乗ったのかもしれない。はい。最高司祭様の復活、あのものがどんな存在かは分かりません。しかし、不穏であることは確実です。最高司祭様が肉体を持って
Dann wollen wir mal. Ah, da vorne ist die Upla. Stachel-Rüstungshörnchen. Vielleicht hätte ich doch die anderen mitnehmen sollen. Alter. Und ich darf halt nicht von der Klippe fallen. Ja. Aber den ersten haben wir gleich. Jetzt wechselt er zu Alice oder Yujiro? Oh nein, zu ihr. Bitte ein anvisieren. Dankeschön. Oh, oh, warten, wir warten, wir warten. Gleich haben wir den zweiten weg. Und den dritten auch. Einer ist noch übrig, und zwar der hier. Ihre Kunst habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, nur im Anime. Ja, ich muss einmal auf Kirito wechseln. Frage ist, wie mache ich das nochmal? Ah, hier. Okay. Oder hätte ich das auch mit Shata, hätte ich auch die Upla verletzen können, weil eigentlich hat sich das gerade nicht so angesehen, aber gut. Wir müssen nochmal gleich ein paar Skillpunkte verteilen. お疲れ様です。それじゃあ、私は西の峡谷の剣豪に向かう。シエタ殿、シバシをお待ちください。何？先ほどシエタ殿がおっしゃったことについて伺いたく思います。最高司祭様のこと。
Wahrscheinlich auch mit Seelen gemacht worden. あなたならばこの剣を信じることができるでしょう。だが、あれは私たちを騎士人形として使うために、あの人に情などわずかにも存在するはずがない。 シェータ殿は再び最高司祭様が目覚めるようなことがあれば、彼女に組みする可能性があると。わからない。その時私の魂が何を求めるのかなんて知るよしもないこと。それはきっと私だけじゃなく、すべての聖号騎士が抱える問題。そんな、確かに彼らの頭の中にはパイエティモジュールが埋まったままだ。 その行動原理は右目の破裂をもってしなければ、通常アドミニストレーターの支配からは逃れられないはず。今彼らをつないでいるのはベルクーリさん率いる聖号騎士団という統率の取れた集団への忠誠意識だ。だがそれに勝る存在が再び現れ命令した場合は一体どうなる。でも今は対策本部の意思と共にある以上、 私は騎士長に従う。それでは西の峡谷の警護に向かう。後のこと。セータ殿。ウェディクスはエアリヒ、な。聖号騎士にもみんないろんな考えがあるんだな。ええ、不思議でしたが、その通りです。そして彼女の意見もまた間違いではない。 一体何のために戦うのか、何が正しく、私たちの力は一体。とはいえ私は人海の民を兵器に変えてしまう残忍な計画を許すことはできない。最高司祭様の復活は何としてでも阻止しなければなりません。ああ、そうだな。
そう思うのは私の意思。それとも人々を守る騎士としての行動権利。オリス。いえ。メディナ殿の情報を探しましょう。 俺たちはあれからカラントと魔獣の討伐を行いながらメディナの捜索を続けた。だが結局メディナの足取りはつかめずじまいだった。そうして数日が過ぎ、俺たちのところにある情報が舞い込んだ。結局メディナは見つからずじまいか。これだけ探してもいないなんて。活動時間帯が違うのかしら。 夜にも何度か探索したけど見つからなかったよね。まったくもって迷惑なことだ。我ら対策本部は魔獣の討伐に追われているというのに。そんな言い方ないでしょ。第一、討伐するときに一緒に情報も集めているんだから、ちょっとぐらいいいじゃない。ちょっとぐらいとは何だ。そのような意識の緩みを許容するわけにはいかん。 Jetzt sagt Alice bestimmt wieder was, oder? あなたも果ての山脈での任務帰りに捜索を行ってくれたではないですか。なんだ、ただのツンデレ。いや、照れ隠しか。我がしアリス様があの者の不在を気に病んでおられるので、そうしただけじゃない。決してあの者の罪ではない。そうでやけん。ま、手がかりはつかめずってやつか。 Oh, die Vizekommandantin. ただの落雷ではないと聞きました。一部の地域のみに数え切れないほどの雷が継続的に落ち、往来が不可能な状況のようです。雷がずっと落ち続けているってことですか。確かにおかしな天気ですね。それはもう天気というか天災というか。これまでにもそういう雷が落ちる現象は起きたことがあるのか。いや、 俺は初めて聞いたな。一部の地域ってのも気になるわよね。そうね。自然災害にしては不自然すぎるわ。雷が落ちてるのは具体的には西帝国のどのあたりなのか。確かに往来が不可能ってことでしたけど。落雷によって侵入が阻まれているのは西の峡谷よ。果ての山脈にある峡谷。 西帝国の最西端だな。それって果ての山脈の警護をしている西郷騎士が西の峡谷から出られないってことじゃないんですか。え、そうね。そっちで警護に当たっているのは誰だ。シェータ殿です。少し前我らと別れた後すぐに西の峡谷に向かわれましたから。じゃあシェータさんが危ない。 シェータとは無音と呼ばれる高い実力の持ち主。そうやすやすとは愚問には下らぬでしょう。とはいえ感化するわけにはいかぬ。その不自然な天災にはカラントが関わっている可能性が高いと思う。これまでも魔獣発生の弊害
なあ、西の峡谷に潜入するためにもできるだけ早くメディナのことは気になるけど、そんな事態が起こってるなら。そうね、雷の情報を追いながらメディナのことが何か分かれば何。なあ、それじゃ調査開始だ。 待って、私たちも一緒に行く。お、連れて行ってください。ディーネルオンフィッツェ。お前たち、まだ懲りていないのか。今回は絶対にヘマしないし、キリトたちにぴったりついていくから。私たちを信じてくれないんですか。 仕方がない、今回だけだぞ。 騎士長と共に果ての山脈での任務がある。二人をよろしく頼むぞ。わ、ああ、分かった。なんだかんだ言って二人には甘いよな。よし、出発しようか。 Gut, dann würde ich sagen, setzen wir hier eine Karte. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Anime Saturday wieder. Bis dann.